おい、なんか偉いんだ、なんかお前、3度目だよ、3度目やりしろよ、本当にやりすぎたかもしれませんね、気をつけます。おっ、おっちゃん、おい、なんてボール投げるんだお前。何？なんだって？なんかマムンかんのか？やろう。まあまあまあ。ちょっと待って、待って。ね？押さえた。とんでもないとこに投げる野郎だね、本当に。まあいいでしょ、いいでしょ。ちょっと我慢してやるけどよ。今度顔見たら取らじゃおかねえぞ、あの野郎。とんでもねえ野郎だ。ワイは大人やからな。ところが普通には断じりパイター清原ぶち切れた。目がいってる。こんな時清原は怖いぞ。この顔はあっさりは磨き、これに本当が清原に乗り移ったのか。幅引きワイヤーピッチャービビリマクに顔面蒼白。やっぱり清原はこれ、スモークズ割れ。するもの見てろよ。おらない。なんか言ったかおい。なんか俺に文句つけんのかおい。そうじゃんじゃねえぞおい。見ろここ、つけといてふざけるんじゃねえ。これでもなんか文句あるのか。ああ、他の証拠だろう。ちっと我慢して大事なやつなのにな。さあじゃあほら投げてみろ。ほらお前どこに投げてるんだ。頭だぞお前、ヘッドだぞお前。何言ってんだお前、なんか文句あんのかって言葉が通じねえぞ。止めろ止めろ止めろ。怒ってる顔面校長清原切れ始めました。どうなるか。おお、監督自ら持ってきて止めてます。やめろやめろやめろ、これ言っちゃいかん。おいてめえ、俺も許せねえぞ。やめろやめろ、止めろ止めろ。見ろ清原を見ろ、清原の顔が紅潮してる。これはマジに、うわぁ、目が切れた。落ち着いて落ち着いて、ね、ああ、私と大竹さん分かってる。まあ、僕はグッとこらえ、うん、よし一回こらえてやろうじゃん。よいしょ、話しつけよう。うん、後でな。バイパーマックス、いい振りだ、貫禄もあるぜ。ほら打ち取ってやらなきゃ。何とするも、えっ、あっ、さあおいで、どこでもいいから。なんか怖いな、どうしよう。それうわなんやねん、あなんやねん、あのガキや。おい、どうした、大丈夫、大丈夫かおい。え、あのガキや、ほんとすいません、すいません、ほんとどうなんだよ。うんなんてことや、この坊や。お前のこと覚えておきな。はい、なんとなく覚えてます。はい、はい、気をつけます。かぁ、また清原笑ってる。どうしよう、M だこの子。おいで坊や、どうぞ。あ、なんか叫んでる。ボーケボケ。ボケ。来たね。圧力あるね。うん？で十分じゃないの。さあ。おっと。ふざけやがって。え？おい。
かあんのか。あ？なんだ？おい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 、文句あんのかあの野郎、本当に。何を文句言ってんだかわかんないけどさ。まあまあまあ、抑えてさ。そうそうそう。まあいいや。うん。いつでも受けてやろうじゃなきゃ上等だぜ、おい。腕なんかなんともなってねえよ。ね、うん、はい、腹かんとこ出てきて、そうそう、ここは押さえて押さえてね、デッドボールデッドボール、あ、ね、さあ改めて今度はどんなボールが来るか。おっと三振か、見ろ、これがいいボールなんで、三振なんで、悔しいか悔しかったら打ってみろ、ほーら打ってみろ。クイックシャー、ただじゃ置かねえぞ、覚えとけよ。よし、一発すごい、ガツどこにボール投げてんだ、普通に出して。おい、後で待ってろよ、おい。やろう。誰だと思ってんだ、あの。このすごい迫力ですね。まあまあまあ、抑えて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 。抑えてやろうじゃねえか。まあいいってことや、後で待って。うん？